富士市立高岡中学校は静岡県富士市にある公立中学校。周辺地域では高中と呼ばれることが多い。外観としては屋上に設置された天体望遠鏡のドームが特徴的。最寄り駅は入山税駅。校門前には富士急静岡バスの停留所がある。また、学校の北西には水道山と呼ばれる丘があり、以前はその頂上に 水道施設があった。設立当時の学校周辺には水がなく人家もほとんどなかった。そのため水道設備が必要となり、完成が急がれた。また、学校を設立したものの校舎がなかったため、高岡小学校4教室と県立富士中学校の3教室を借りて開校した。昭和31年4月1日に校歌を制定。 完成した学府が学校側に渡されたのは昭和31年3月13日昭和30年度卒業式の1週間前だった。公式サイトより学校指定のジャージとして長らく緑色のものが使用されてきたが時代が変わるにつれた家中生徒の間で今タイと呼ばれ不評の声が高まってきた。そのため1993年にデザインが一新され、 藤色のジャージに変わった。現在は藤色から濃紺のジャージとなっている。2003年春に放送されたポカリスエットの CM、ポカリスエット学校編の舞台となった。CM には福山雅春が出演。実際に収録が行われたのは2003年3月28日から3月29日の2日間。撮影場所として採用した決め手は校舎屋上にある。 天文台と背景として富士山があるからとされている。ありがとうございます。